日本埼玉県埼玉市桜区市も大久保市も大久保は埼玉県埼玉市桜区の大技。荒川河川敷周辺に飛び地がある。郵便番号は338-0825。埼玉市桜区西部の中石平野に位置し、秋ヶ瀬公園周辺に入会地由来の3つの飛び地がある。また、桜区の荒川河川敷は北から南まで全てが 大和雑も大久保となっており、道川を隔てて、富士見市、四季市、朝香市の三市に隣接している。さらに、旧大宮市である西区にも隣接しており、埼玉市成立前は四市に隣接していた。埼玉大学西側付近には、旧入間川の流路があった名残の自然堤防上に、本村遺跡があり、弥生時代から古墳時代後期の土器や住居跡が多数発見された。 市内には、大久保古墳群に属する古墳後期の、金剛塚古墳もある。鴨川が流れ、水田の残る、のどかな地域である。東部を、道の下排水路が流れる。北西部の境界を、鴨川の急流路である千管土井排水路が、東西に流れる。渋滞が多発している下大久保交差点から、道場方面への県道57号は、都市計画道路大谷上。 高木線の予定路線でもあり、今後片側二車線の道路に拡幅される。鴨川に架か,かる諏訪前橋には、橋脚が用意されており、開通すれば、渋滞緩和に効果があるとされている。羽倉橋の田元の羽草の私や羽草菓子があった場所には、羽草湖線上跡があり、感動の上欄の羽草合線があった場所である。足利高尾地方の高麗京清が、 忠義法の南端九王三郎以下を打ち取った。元は、江戸期より存在した足立軍職、他谷領に属する大久保村であった。元禄年間に上大久保村と、下大久保村に分村された。入会地に飛び地を漁していた。村高は、元禄豪町では412国余り、天保豪町では489国余り。活性期の世帯数は80件で、村の規模は、 東西12、13町、南北8、9町であった。2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鉄道は付設されていない。最寄り駅は武蔵野線の西浦和駅または埼京線の南与野駅であるが徒歩圏内ではない。路線バスが最寄り駅。 北朝霞駅、浦和駅、北浦和駅、四季駅を往来している。ありがとうございます。